通常、あ、頭がいいね。ほら、頭がいいわ。どうもどうも、おめがってる？おめがれいと、おめがりょうでーす。今日はね、何？ブロックスっていうね、アプリを使って、モデリングをします。いや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 。ちょっと待って。モデリング？無理だ。れいちゃんにしかできないよ。そんなの。すっげえキャラ作ってるな。ちっちっち。この、ブロックスっていうね、VR アプリなら簡単にモデリングすることができるんだ。難しそう。愛ちゃんだってね、VR でね、ランダムボックスとかをね作ったんだよ。親分にできてならリオもできそうね。レイちゃん、それではね、はい、お題を発表するので、はい、リオちゃんはね、レイとね対決をしましょう。あ、バトルしようぜ。お題はね、はい、さっき二人でね相談して決めたんだよね。じゃが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 じゃん。ドラえもんとのび太です。地味だね。いや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 。そしてね、はい、判定はですね、はい、完成した作品をツイッターに投稿して、いいねの数が多い方が勝ちです。みんなマジで頼む。俺に遠い遠い一票を。俺に遠い一票を。遠い一票。キヨキ票だ、キヨキ票。2票俺に。俺は作る、作るぜ、俺は。え、なに？違う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 。あ、加算しよう。あ、頭がいいね。ほら、頭がいいわ。ほら、あはは。ではね、あのね、チルトブラシはね、よく使ってんだけどね、ブロックスはね、ほぼ初めてなんだよね。これぐらいかね。面だけを動かすのってどうやんだろう。オンメッシュスの動画、はい、はい、完成しました。じゃあ順番に作った作品を見ていきましょう。まずレイの作品はこちらです。はい、こちらがね、はい、レイの作品です。すごいね。この作品名はね、ひょっこりはんです。古めかしこの、どこでもドアからね、開いて、ドラちゃんとのび太がひょっこりはんしてるんですね。こだわりポイント1は、まずね、こののび太のね、姿勢だよね。この背中のこのくびれ、背中のそう、骨で、この横から見た時の、この背中のこのライン、あ、すごいかも。骨でしょ、骨。ここをね、意識して時間をかけてここの、ここのくびれを作ったんだよね。すごこのね、イメージはね、向こうがね、このどこでもドアの向こうが、あのバーチャル空間で、あ、なるほど、こっちがリアルな世界みたいなイメージなんだよね。そうなの？人間界みたいな。すごっ。ドラちゃんたちが、こう人間界を覗き込んできてるみたいな感じだよね、イメージが。それでバーチャル空間にはこう星をね、いっぱい散りばめて、まあ、なんかバーチャルみたいなね、すごいかな、してるんですね。なんか綺麗だね、幻想的だね。それでちゃんとね、やっぱのび太見てほしいんだけど、この靴下とかね、このリアルなこの白靴下履いてるでしょ、のび太は。履いてる。そう、はい、ひょっこりはん。じゃあ次はね、はい、リオちゃんと見せていただこう。あのね、リオのね、本当にね、世界で一番うまいね、出来になりました。楽しみだね。見せましょう。はい、リオのはこちらです。見てください、この素晴らしい敵を。タイトルはね、はい、エモンの尻。こいつエモン、あ、ドラえもんの、そう、そしてね、この
リオのね、一番のこだわりはね、うん、この指なんですけど、すべてを話すと壮大な時間がかかってしまうため端折りますね。この指はね、うんうん、のび太くんはね、うん、ドラえもんのことをびっくりさせようと思って勘違いしたの、うん、でも、うん、このこいつのね、ケツが硬すぎるってなって、うん、指が折れちゃったんですね。でもなんかプリプリしてるケツに見える。でも硬いの、硬いんですよ、うん、見た目によらず硬いの、うん、鉄、うん、そして折れちゃった痛みによってこのね、うんちゃんがね、出ちゃったのっていうストーリーですね、うん、伸びたのさ、指長いね。あの折れちゃってるからね、これ骨出ちゃってるから長くないな、うん、ちょうどいいけどね、リオはリオはね、ちょうどいいと思って、うん、で、このドラムじゃねえや、伸びたの顔を見てください。はい、このね、痛すぎて白目向いちゃってるこれそういう目、うん、そういうことだったの。そう、ニヤニヤしてんじゃないよ、これは。なるほど、ね、痛すぎて、うん、ってなっちゃってる、ね。こいつだね、声だな、あの、かわいそう。それではね、これをそれぞれね、ツイッターに投稿して、いいねの数がね、どっちが多くなるのかをやっていきましょう。絶対いるよ、これはね、完璧。さすがにこれには負けたくない、うん、絶対勝っちゃう、マジで。結果が出ましたね。あ、何、いいねの数が多かったのは、うん、リオちゃんのエモンの尻でした。あー、いや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 、やっぱりね、リオのことね、天才と思ってる人の方が多いってことだね。やっぱね、プロなんだよね。いや、でも、うん、あのね、作品はやっぱりね、うん、いいねの数ではね、評価できないんだよね。やっぱね、こういうのって数字じゃね、見ちゃいけないんだよ。あのね、こういうのは気持ちが大事なんだよね。うん、わかる。なんだこいつ。チャンネル登録と Twitter フォローもよろしくね。よろしくね。それではまた次回お会いしましょう。またねー。